はい、皆さんこんにちは、ツリーハウスのゆうくんです。ゆうくんです。イエーイ、はい、今日はツリーハウスの料理講座第4弾今日は2人で、そうですね、もうアンナさんが今韓国にいますので、そうですね、はい、トッポッキですね、今日は。今日のトッポッキ、シーンにトッポッキを作る機会が来ました。はい、やってみましょう。やってみましょうか、まあ、とりあえずなんとかなるさ、はい、なんとか、はい、全部食べれるものなんで、さあ、始まります。イエーティータオフィシャルチャンネル、じゃあ、では、はい、材料紹介から、材料を紹介します。じゃあ一番大事なもの、そうですね、もちですね。もち、これネギ、そう、これは油揚げ、これはこのもち、これは砂糖、コチュジャン、そして醤油です。じゃあまずは何したらいいですか。僕ですか。まずはね、うん、ソースを作りましょう。ソース、今ソース作るの。うん、ちょっと待ってよ。なんで こっちで砂糖をなんかちょっとやったら、うん、砂糖その味が、うん、餅によく入るんだから、1、2、3つ。うん、本当に、うん、こんなに2つ、うん、OK、 これがボクボクしたら餅を入れる。うん、じゃあネギ、ことはこの前も僕がやったから今日はあなたがやって。分かった。スライス、スキンシュー、スキンシューか。多分このぐらいで大丈夫と思う。僕の勘でやるよ今日は。これは何。これも餅だよ。餅なんですけど、これも美味しそうだから、見てみるか。料理は迷ったらダメですよ。迷ったら何もならない。おお、はいはい、まだ早いと。僕、人の話聞かないタイプだからね。これはこれ、お、これ、これも、え、カットする。あ、あれか、お、なんとかなる、なりそうですね。お、なんかこっちで、これが重要ですね。よいしょ、重要はおいで、何してるの本当に。なんでくれってくれって、はいって言わなかったじゃん。くれって言ったじゃん。本当にこんなんやるのだよ、もどかしいんだよ。トッポッキ作ったことある。お、あ、でも匂いがする。いやいや、砂糖十分だから。いや、砂糖十分だから。いやもう甘いの。砂糖必要。これな、こん食べたらね、甘く食べよう。完成。トッポッキー、トッポッキー、見た目はもうちょっと、まあ、うん、変だけど、美味しいんだけど。美味しいですよ。というわけで、今回チルタスの韓国料理講座第4弾、トッポッキで完成。成功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 